今ご紹介にお預かりいたしました三菱商事の柏原と申します。本日はですねゴーストロボティクス社のビジョン60のご紹介をさせていただければなと思います。本日はどうぞ お集まりいただきましてありがとうございます。まずはじめに、ゴーストロボティクスコーポレーションのご説明をさせていただければと思います。ゴーストロボティクスはアメリカのペンシルベニア州フィラデルフィアに本社を置く大体社員数50名ぐらいのベンチャー企業になります。で現在はですね、ビジョン60という4足歩行ロボットをメインの商材として、ペンシルベニア大学内のペノベーションセンターというラボラトリーを中心に活動しております。今回皆さんの前にあるビジョン60ですけれども、まあ、スペックはこちらに書かせていただいた通りなんですが、大きな特徴としてはですね、高い強靭性と俊敏性、かつ拡張性を備えた全天候型の UGV となっております。多様な環境下でですね、安全保障であるとか重要インフラ向けで開発されております。重量はだいたい 51kg で、他の4足歩行ロボットと比べても重量級になっております。で大きな特徴として防水防塵性能が IP67 を担保しておりまして、完全防塵かつ防水ということで、水中に入ってもですね、だいたい30分ぐらいは持てるようになっております。で動作温度も広く取られておりまして、マイナス45度から55度と屋外で運用することを基本的に想定しているロボットになります。で最大航続距離は 10km ということで、まあ、基本的に自動巡回で警備をしたりするんですけども、 10km ぐらいであれば充電なしで活用することができます。で背中にペイロードを乗せることができるんですけれども、ペイロードが最大 10kg まで乗せることができます。で稼働時間は3.15時間ということで、だいたい充電時間が3時間程度ですので、見てあれば絶え間なく運用できるようです。で分解組み立て時間というので15分というのを書かせていただいておりますけれども、このビジョン60の後ほどご説明する特徴の一つにですね、モジュラー性というのが入っておりまして、全てのパーツがネジ止めで止まっております。ですので仮に足が壊れたということがあってもですね、足のスペアさえあればネジを外して付け替えて、まあ、端子を刺せば、まあ、それでまた元に戻れるということで、非常にこのダウンタイム短く使えるように設計されております。そして最後に通信方法ですけれども、 LTE Wi-Fi メッシュネットワークということで、この犬にですね、このロボット犬に SIM カードを挿すことができるんですね。2つ SIM カードを挿せるんですけれども、その SIM カードを使って自身で LTE 通信をして、まあ、遠隔地でも運用できるように設計されております。で Wi-Fi については通常通りこのラジコン形式で、操作する方式になります。でメッシュネットワークにつきましては、こちらのロボットはですね、もともと米軍での使用を想定したいわゆるミルスペックで設計されております。で部隊の方が持っているような通信機器を使って、この網状にネットワークを構築するメッシュネットワークというのが使えるものになります。で次はですね、なぜ4足歩行型ロボットなのか、よくご質問を受けるんですけども、なぜ米軍は4足歩行ロボットを使っているのかというようなご質問を受けるんですが、まあ、彼らとしてですね、4足歩行と2足歩行、あとクローラー型のロボットなんかも候補に入っていったようなんですが、やはり屋外での運用を想定する、でかつ必ずしも整地とは限らない、でかつ暑かったり寒かったりするような過酷な環境下で最も安定したパフォーマンスを発揮したのが4足歩行ロボットであるということだそうで、今こういった形で比較表を作らせていただいております。続きましてビジョン60の製品特徴に参ります。まず1つ目がそのタフネスでございます。バッテリーは、先ほどご説明の通り、だいたい歩行時間、歩行モードの時で、まあ、3.15時間で、待機モードというお座りしているような状態ですね。で、まあ、カメラとかセンサーを活かしているような状態ですと21時間程度バッテリーが持つようになっております。そして、充電時間がだいたい3時間程度で、充電方法はこの横にコードを挿す、いわゆる普通の充電と、このドッグハウスの中にある、まあ、ルンバみたいな感じでワイヤレス充電器がありますので、そこでこうお座りして、勝手に充電するワイヤレスチャージャー、2つの方法があります。どちらでも充電時間はだいたい3時間ぐらいで、充電できるようになっております。で、2つ目が通信方法というので、先ほどご説明した LTE 通信で Wi-Fi 通信、メッシュネットワーク構築が可能ということで、仮にじゃあ Wi-Fi が切れましたという時は LTE で、じゃあ LTE が切れましたという風になった場合はメッシュ通信で、必ずこの犬がネットワークが切れないように
マルチモーダルにいろんなネットワークを接続することが切り替えることが可能です。ちなみにこの LTE 通信はですね、もちろんあの通信によるこの光のラグは当然あるとは思うんですが、基本的にまあ理論上は地球の裏側でも操作できるようになります。実際の運用方法では、まあ、米軍基地なんかですね、数十キロ離れたところからでも離れた地点の警備なんかも設置しています。で体制についてはですね、先ほど簡単にご説明の通り、米軍仕様で、ミルスペックを満たす形で設計されております。つまり対衝撃性能が優れておりまして、例えば横からドンと何か物がぶつかったりしてもですね、自動でバランスを取る。かつボディが強化アルミでできておりますので、非常に堅牢な作りになっております。かつ IP67 ということで、完全防塵防水設計、ちょっと写真の通りですね、かなり瓦礫のようなところであっても運用できますし、この水に沈んでる写真もあると思うんですが、こういった形でお腹にジェットパックをつければ川を渡らせるみたいなこともできます。で最後モジュラー設計ですね。モジュラー設計により整備が非常に良いということで、まあ、簡単にダウンタイムを短く、常に運用し続けることが可能になります。製品特徴2がですね、これオープンアーキテクチャということで、このビジョン60はオープンアーキテクチャ、ハード、ソフトともに採用しておりまして、エンドユーザーでのカスタマイズが非常に容易になっております。例えばですね、この左側にカスタマイザビリティという形で書かせていただいているんですけれども、他社製品との連接が非常に簡単になっております。このゴーストロボティクス社からですね、ソフトウェアデベロップメントキットというものが、まあ、エンドユーザーに渡されますので、そういったソフトウェア、まあ、そのキットを使ってですね、例えば自社製品の検知機材であるとか、何かしら機材と結合したり、システムと連結したりという際は、このビジョンシクスティのソフトウェアを書き換えて統合することが非常に簡単にできます。で、メンテナビリティということで、このモジュラー性によって故障部位の交換が容易と。で、交換15分以内ですよと。で、かつヘルスチェック機能も標準搭載ですので、例えば足に何か異常がありますよと、何かエラー出てますよというパターンであれば、このコントローラー側にエラーが出てきますので、そちらでその場所についてだけをチェックして交換してというふうにやれば簡単に修理することもできます。そして製品特徴を ③ としてですね、姿勢制御遠隔操縦自動巡回ということで、まず一つ目がですね、この姿勢制御について左側に書かせていただいているんですが、このビジョン60は2つのモードを持っております。1つ目がですね、まあ、ビジョンモードという通常の、まあ、4足歩行ロボットに採用されている深度センサー、深さのセンサーを下に出してですね、足元の状況をこの レーザーの反射光を取ってですね、把握して歩くものとですね、もう1つブラインドモードというのがついております。ビジョンモードはですね、非常に便利でかつ、まあ、高精度ではあるんですけれども、欠点としてはですね、例えば光の強い、まあ、アメリカなんかではよくありますし、日本でも最近は夏は非常に光の強い場所なんかあると思います。で、足元に例えばガラスの反射面とかあって、光が乱反射したなんかは、このレーザー光なんかを誤って判定して変な風な歩き方になったりとか、あとは屋外でこの草が結構生えている、雑草が生えているような植生がある場所で障害物と認識して避けようとしちゃったりする、またぎ越そうとしちゃったりするということがあるんですね。で、そういったのだと実際はじゃあ実運用では使えないよねということで、このブラインドモードという新たな歩き方、もう完全に視覚情報に頼らず足元のフィードバックのみでコントロールする方法がこの犬には標準搭載されております。そして次、右側なんですけれども、遠隔操縦自動巡回ということで、これちょっと画面少し見づらいんですが、主にコントロール方法は2つありまして、1つ目がコントローラーを使った、まあ、通常のラジコンのようなイメージで、このコントローラー画面を見てコントロールする方法で、2つ目がですね、このラップトップで全て管理するソフトウェアがありますので、完全に遠隔地からこの GPS 情報を使ってですね、こういった形で、まあ、カメラ情報かつ位置情報、他にもオブジェクトアボイダンス、もう物体回避なんかもしながら自動警備をすると。で、もし異常な人が入ってきましたと、車両が入ってきましたっていうパターンですと、このボディに搭載されてある、もともと5つの RGB カメラがあるので、そちらで検知をしてですね、自動で、アラートを出しつつというような機能も標準搭載されております。続いてユースケースですけれども、主に元は米軍向けに開発されたというふうにご説明いたしましたけれども、まあ、政府機関向けに開発を主に使っていただいております。で、今世界で10カ国以上、まあ、25以上の国家安全保障関連の顧客がおりまして、
で、納入数はすでに450を超えて、現在も加速度的に増えております。で、先ほどご説明の通り、このパートナー企業さんとコラボしてですね、この背中にいろんなペイロードを組み合わせていろんなソリューションを作っているという、このゴーストロボティクスのビジョン16の特徴ですけれども、パートナー企業も世界に20カ国以上あります。下に書かせていただいている通り、主な使い方としては、基地の経理、監視、まあ、もしくはプラントとか、そういった経理監視をする。で、情報収集、識別、先に行って偵察させる。で、検知、テロ対策、背中にですね、検知機材を搭載してくださる会社さんがありますので、インテグレーションをしてですね、完全にシステム上で、ここに怪しいものがあります。どんなものがあるんですかと。で、それを同定をして対処まで、ディスラプターを使って対処するところまでできます。で、その他ですね、海外では消防が使われていたりとか、この右下の災害支援ということで、この右下の写真はまさに、1月1日の能登の震災の時に陸上自衛隊さんが使ってくださった時の写真なんですけれども、避難民の誘導であるとか、その他この道の安全確保なんかにロボティクスを先に一人先に行かせてですね、安全を確保するというような使われ方をしております。少し具体的なユースケースになりますけれども、主にですね、左側警備監視ですと、ビジョン60にもともと搭載されている RGB カメラ5つ、そして振動センサー4つ、そしてマイクももともと4つ付いております。で、スピーカーも2つ付いておりますので、双方向コミュニケーションが遠隔地でできます。で、人物検知 AI なんかも付いております。で、かける公式ペイロード、これ、ゴーストロボティクスが公式で出しているペイロードで、サーマル360度センサーとか、夜間用の IR センサー、他にもワイヤレス充電ドックなんかも組み合わせてですね、24時間365日の絶え間ないこの常時巡回監視システムというのを実現しております。2つ目の検知テロ対策についてはですね、ビジョン60 の, このオープンアーキテクチャーであるとか CPU 処理が非常に、まあ、余裕を持った形で設計されているとか、あとは LTE の, このネットワーク通信が非常に選択肢が多いとか、こういった特徴をかけるですね、公式ペイロードの C バンハブという、まあ、C バン機材、要は C バンというのはテロ対策ですね、ケミカルバイオ、あとはニュークリアとかですね、レイリーとか、そういったものをさせるハブがありますので、ハブとロボットアーム、そしてその検知機、対象用ディスラプターをサードパーティー製でペイロードとして組み合わせてですね、不審物遠隔対処システムということで、なんか爆発しそうなものとか怪しいものがあった時に、人が行って危険な作業をしなくても、この犬側で同定をして対処までしていくような遠隔システムなんかも、このロボットエンジンで実際に実現しております。続きまして簡単なムービーをお見せします。ムービーの後に少しだけデモをお見せいたします。Ghost Robotics, we create highly engineered technology solutions that augment or replace humans for dangerous, repetitive, and undesirable tasks. The flagship Vision 60-legged robot is capable of operating and carrying mission-critical customer payloads in the harshest environments.It is sealed to IP67, so it's fully submersible in 1 meter of water for up to 30 minutes. It can operate in extreme temperatures from minus 40 to 55 Celsius, and features a modular design that is field repairable in under 5 minutes. The robot's mobility system allows it to navigate unstructured terrain, including stairs, rubble, and sand, at speeds of up to 2.5 meters per second.The Vision 60 uses perception sensors to directly see the ground for precise and high-speed footstep planning while avoiding collisions. If the sensors fail because of rain, mud, snow, ice, or brush, the robot reverts to blind mode, where it continues the mission by using its suite of built-in reflexes, feeling the ground through the motors, and even operating inverted if necessary.The Vision 60 has the best-in-class real-world endurance, over 3 hours of continuous walk time, or over 20 hours of collecting sensor data and performing analytics while sitting. Ghost Robotics is the number one vendor of legged robots to US and allied governments. We have now deployed our robots worldwide into real operational settings where they are a critical part of the defense infrastructure and save lives by performing security,ISR, EOD, and CBRN missions, as well as improving safety and efficiency in industrial applications. This is just the beginning for Ghost as we further expand into defense and industrial markets
and customers find new applications for our Vision 60 and other upcoming products. はい、ということで、まあ、先ほどのムービーの通りいろんな環境でいろんなペイロードと組み合わせて使っていたかと思うんですけれども、今回お持ちしているデモ機は背中に何も乗ってないただの犬ではあるんですが、これからちょっと階段を登って降りるというような基本的な動作、まあ、ビジョン60、4足歩行ロボットとして大量な基本的な動作をお見せできればなと思います。ボディが51キロあって比較的重いロボットになるんですけれども、こういった形で足元をしっかり把握をしてですね、歩いて戻ってくることができると。ビジョン60はですね、足元を、まあ、足元情報に頼らずブラインドモードで、歩くことができるというのをご説明しましたけれども、姿勢制御に関してはもう完全に自動で行っております。今これコントロール今している状態ですけれども、今完全にあそこでごめんなさいコントロールしてたんですが、コントローラーを手を離した状態で完全に犬に姿勢制御を今任せております。この状態でですね、こうやって外圧が加えられると勝手に姿勢制御しております。これは本当に、完全に足元の、まあ、自分が今どういった加速度で動いているのかであるとか、どんな外圧が加えられているのかというのを瞬時に検知をして最適な姿勢制御を自分で行うというのがこのビジョン60の特徴でございます。このビジョン60はですね、やはりこのビークルとして、要は動く四足歩行の乗り物として使うというのが大きな特徴で、ここにいかに機能をつけるかというのはまさにこのパートナー企業の力にかかっている。基本的な歩行能力プラス検知能力ももちろんついているんですけれども、そこにどんな価値をつけるのかプラスバリューをするのか、でエンドユーザーさんにどういうふうなソリューションを提供するのかというのは、まさにこのパートナー企業さん、これからのパートナーとなっていただける会社の方の力にかかっております。まあ、ぜひご興味あれば我々あちらのブースにおりますのでお声掛けいただければなというふうに思います。ということでビジョン60の紹介は以上になります。本日はありがとうございました。以上でデモンストレーションステージを終了とさせていただきます。引き続き GMOAI& ロボティクス商事株式会社ブースでごゆっくりとお過ごしください。本日は GMO インターネットグループが持つ全ての商品